どうもおはようございます。こんにちは。今回も戦国無双をやっていきます。ですね、石川五右衛門のですね、最終ステージが残ってるんですよ。石川、これ五右衛門大暴れ、これやっていきましょう。で、これ終わったら下の分岐ルート出現させて、下ルートを終えましょう。大阪城に潜入した五右衛門は千鳥の航路を目の前にして捕らえられる。天下人秀吉は五右衛門を釜茹での刑にせんと四条河原に引き立てた。やばいやん。あれやん。おでんやん。ワンピースのおでんのやつやん。最終話、五右衛門大暴れ。絶景コーこれさ、もしかしてさ、ワンピースのおでんって五右衛門？五右衛門をモデルにしとる？いや、知らんけど。全然知らんけど。でですね、雷の防御にしとこっか。で、野戦なんで、とりあえず、取ったんですよ、これ、案内人形。宝の位置を表示。これめちゃくちゃいいと思う。もう使うことないんかもしれんけど。ないよりは全然いいやろ。で、ですね、どうしよっか。どうしよっか。体力とかにしとこっか。よし。で、秀吉の撃破になるんで、いっぱいおるな、敵が。さあ、やっていこう。よし。うわ、同じ顔。ほら、やっぱおでんよね、これ。これやるんすったのまっといたバケ。この大泥棒めが。何よ。てめえこそ天下を盗んだ。よし。まったくバカには付き合え。わしは戻るわ。行くか。盗みさんで人に処刑しときゃええで。強いんかな、今回。あるね。俺のお宝をどこに隠しやがった。俺のもんは俺のもの。ちょ、待って、落ち着け、落ち着け。あ、ちょっと待って、これさ、もしかしてさ、いるんじゃない？案内人形。いや、ちょっと待って、ごめん。これ案内人形いるかもしれん。お宝拾えって書いてあるな。いる？もしかして。いるよね。おいおい、これ取っとって正解なんじゃないか？別に、別の時に取ろうかなって思ったりもしたけど、これ取って正解なんじゃない？もしかして。待ってよ。結構ね、これ取りだめして今ドカッと取ってるんで、ちょっとね、みんなのコメントをね、全然読めてないんですよ。わからないんですよ、コメントが。果たしてどれが正しいのか。で、体力いらんかな。あ、でも、城内やけん。城内専用か。城内専用か。じゃあ意味ないんかな。なさそうやね。城内やもんね。多分違うな。え？まったくバカには付き合え。わしは戻るわ。よせっか、適当に処どこ刑しやとろ？きゃええで。じゃあどこやろ？俺のお宝をどこに隠しやがった。俺のもんは俺のおい。もの。返しやがれ。8個。撃ち取ったり。で、これ違うとったね。これじゃなかったね。これ違う。あとは、ちょっと上を探ってみよっか。各地に散らばる宝物。これ結構むずない？場所分かってないと結構厳しいんじゃないかな。これ敵倒しながら、だらだら走ってみようか。僕今一応これ何にも見てないんで、攻略とかも一切見てないんで、全然わかんないっす。これ強い？もしかして。これ
強い、このチャージ4みたいなのね、多分強いよね。これは宝物には入らないね。よし、これかな。オッケー、とりあえず外回りから攻めていこう。まずいやー、これ当たらんなマジで。遅いのよねこいつ。よし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 、で、で、ここは爪消化したやけん違うとして、とりあえず外回り攻めてみて、で中行ってみようか。大丈夫かな、これ違うな、全然攻略サイトとかも一切見てないんで、僕どこに何があるか全然わかんないです。これ多分分かりやすいとこにある程度配置はしてくれとんだと思うんやけど、怖いの玉璽争奪戦みたいな地獄にならんかが心配。三国無双4のね、3か、三国無双3のね、玉璽争奪戦はマジで鬼畜やった。あれは相当しんどいと思う。で、こっちにないけん、徳川家康か、元はといえばあいつのせいで、この恨み、荒さでおくべきか。あー、あそこ1個あるな。これ確定やな、これ確定やね。マジで、マジかよ。おい、ふざけんなお前ら。あ、こっちにもある。違う、あと何個。ん、あれさ、あれどうやって入っていくん。下行けんよね。来た、刑事が来ました。俺の、さすがに数が多いな。俺の一番の仲間刑事。マジか。よし、刑事を救い出せやけん、刑事のとこ行ったらええんか。これ中入れんのかな。中どうやって入る。こんにちは。お国さんはどうして。ああ、あの子ならそこに。誰、迷子だ、迷子だ、当たらない。おお、ボヨ、助けに来てくれたのか。さっきのところから中に入れたりするんかな。それか、もう一回あの逮捕で壊すか、かな。刑事様、あ、お、お国や。どこ行かはったんやろ。栄えてるとこ行って、人に聞きましょう。いかいか、やめとけ。行くな。いや、違う。あ、もうやっぱり開いてない。色つかんといてくれやす。え、どうやって救うんこれ。無理じゃない。えらい押してきはるわ。あ、なるほど。そういうことか。しつこいわ、いけず。そういうことかよ。わかりました。なるほどね。そういうパターンがあるんか、今回は。よっしゃよっしゃ、理解したぞ。なるほどな。ちょっと待って、目的何やったっけ。お宝か。目的はお宝、目的はお宝やけど、一旦奥には救う。ちょ待って、死ぬよ奥に。何これ。な
なんだ。これ五右衛門のやつかな。怖すぎるやろ。怖い怖い。追い槌を破壊。お湯も滴るいい男はよっしゃ、俺様にも言わんやでいいか。さっさと消えてもらおう。およし、よっしゃ。あれ、俺の馬さんは？ちょっと待てよ。これで宝箱どこやねん。全然見つからんぞ。違う、こっちでもない。ここもないね。これめっちゃいいやん。これかっこよくね。いやす、タヌキをしばくぞ。タヌキを半蔵や抜け人。すでに主の因果も尽きた。逃げようと無駄。かっこいいな。太もも太。逃げるもんかい。俺様を体でかっ。ゴって書いてある。俺様は天下の大泥棒石川五右衛門で。五右衛門もっとさ、スリムにしてくれたらいいのに。ね、もっと五右衛門スリムにしてくれたらいいのにな。いやー、よし。ちょっと待って、全然ないんやけど宝箱。お決まりやす。宝箱どこやねん。しつこいな。行けず。何やろうこのやつ。マジで。天才かよお前。先手必勝ってか。はあ。よし。ああもう遅い。もう五右衛門マジで遅い。五右衛門の攻撃が遅すぎやろ。どうするのそんなのに。やる気ある。俺たちものんびりしてられねえぜ。よっしゃ、これで撃破したよ。あとは宝箱。宝箱がどこにあるかやな。マジで見つからん。これ困ったぞ。天下に名高き強者とはあんたのことだな。これ結構大変かもね、マジで。どこやろ。ここでもないんよな。こっちは？こっちもないんよね。じゃあもういよいよどこよ。こっちでもないんやろ。もうあと中よね多分。あと中にしかないと思うんやけど。え、これ困ったな。どうしよう。どうしようどうしよう。これはないぞ。きついかも。え、ない。マジでない。え、なんかさ、煮込み使ったけど想像以上にないんやけど。こんなにない？あったあったあった。多分あれ一つ。多分これ一つやと思う。違う。これじゃない。え？これか。オッケー。あと何個？ 5 個。5個もあるの。あと、うわっ、何それ。
どっから攻撃してきとんねん。遅いな、この攻撃。よし。で、あと多分この上になると思うんやけど。違いましょうか。こっちは？こっちは？こっちありそうじゃない？ないかな？ないな。ここに一個用意しとけよ。絶対あるやろ、ここ。ここあらな、ないといかんとこや。これでも外やけん。ちょっと待ってね。これ多分あらかた外見たかな。あらかた見たわ。お、敵がおる。ドンコニシが。ちょ待ってよ、結構きついな。ちょほんまにないな。ここにないけん、もうあと中やろ。中しかないやろ。とりあえず外に3つあったよね。雪村、よし、オッケー。雪村に何もさせずに倒した。どこや。あとは俺たちものんびりしてられねえぜ。違うな。いや、愛だな、愛だな、愛だんやけど、とりあえず外回りから固めていこう。まず固めんといかん。オッケー。4つ目、あと半分、あと半分よ。ってなるとよ。ってなると、ここ詰め所頭やけん。こっち関係ないとして。奥に苦戦しすぎやろ。ゴエモン強かったぞ、お前。ちょっと待ってね。一旦落ち着いて。こっちでもない。変に絶対1個あるはずないけどな。1個は絶対あるはずや。武将が多い。マジかよ。よいし。これね、意外と強いよね。意外とちゃんと当たればダメージ結構でかい。まあ力強いだけあるねって感じ。いやー、見逃すとかやった。今よう俺思いついた。ここオッケー。よし、あと3つ。いた。くっそくっそ。あ、うざうざ、マジうざい。いや、あるよ、絶対あるよ。3つ目、多分これ入ってるはず。入ってないかな、違うかな。 OK、 よし、あと2個。こんなとこには音がないか。分からないよ。ちょっと待って、秀吉の撃破やもんね。これさ、敗北条件結構きつない？もう、まだある、まだある、あそこにまだある。あと何個や。あと2個か。俺たちものんびりしてられねえぜ。違う、これは違う。あと2個。でも多分ここら辺の近場にあるはずよ。もうあと中しかないけん。だいぶ探したもん。さあ、珍しくモブの三成倒そう。
お前はいずれ総比と仲良くするんだよ。よし、三成撃破。お決まりやす。これで、もう詰所頭が多いな、詰所。もう何？で、下。でもないなあ。あと2個よ。見つかるよ、すぐ。絶対絶対あるよ、そこらへんに。ないよな。でもマジか。よし、うん、強い人。ここでもない？嘘だろ。 あったあった。オッケー。あと何個？1個。ラス1。ということはよ、ここにあるということは逆側にある可能性が高いよね。そんなことない。だいたいこういうのってついにおかん？気のせいか。ごめん、全然気のせいかも。あ、ごめん、全然気のせいやわ。勘違いもいいとこやわ。取ったんかな、俺とか。え、残り1個なんですけど。え、残り1個なんですけど。これないのきつくない？これや、絶対これや。よし、違う。違うんかい。ないんかい。絶対ないでいかんとこやん。マジで。マジか。秀吉のところがあかんっていうことはここ以外にある？え、待って、最悪のパターン。これ見落としじゃん。うわー、ちょっと待ってよ。これ見落としはきついな。マジか、本当に。え、一番やばい。それが一番恐れとった。俺が見落としはきついわ。え、違う。どこや？マジでわからんぞ、これ。これ見落としはほんまにきつい。うわー、ちょっと待って。どこやろ？さあ考えよう。どっかこの先見てなさそうなところ。ここは違う。俺泣くよ。泣いちゃうよ。ここでもないんやろ。ここら辺なかったらきついな。あとどこ見てないっけ。中は今見ていいけどね。ないよね。ちょっと待ってよ、後ろ。ないよね。ないね。このね、角がね、微妙なんよ。超わかりにくい。置いてあるのは多分ね、この角らへんのはずなんやね。こっちでもなかろう。うわ、やっべ、やっべえな、これ24分。どこやろ。うわー、これ教えてほしい。あれは違う。
中ごとは外か。外のどこや。うん、これはきつい。どうしよう、見つからんぞ。まずいぞこれ、非常にまずいぞ。ここでもないよね。さあ、本当はこれ早送りした方がいいんでしょうけど、僕そんなことしないんで、僕と同じ苦しみを皆さんにも味わってもらいます。ここでもない。やべえなこれ、これやべえな。これ30分過ぎたら泣くな。残り1個よ、あるよ絶対どっかに。探せば絶対ある、諦めないで。ここら辺でもないか。くぅ、いや、来た来た、よし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 、全部見つけた。よっしゃよっしゃよっしゃ。あ、そうでね、俺気になっとったよ、この千鳥の航路って何なの。毎回思ったけど、千鳥の航路はあの猿が持ってるに違えねえ。猿め、俺のお宝を返しやがれ。千鳥の航路って何なんでしょうか。よし、秀吉撃破。あ、いくら押しても飽き上がるね。あかんのか。しかし誰かの力を借りるか。奥にか刑事の力を借りて門を開ける。近いけんな。奥兄さん、そのなんだあいつが呼んでたぜ。雑素直やおへんな。お手伝いしましょうか。バレてるら。ほら、いけいけ。え、これ刑事もいる。ほらほら、開けてくれよ。この扉どうすか。ほな、よいしょ。なんで、どうやって開けた今の。ねえ、引き扉。ほら、ほらほら。前こいつに結構大変な思いさせられたけどね。強いな。マジかよ。よし。よし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 、終わったんじゃねえ、とりあえず。まさに絶景かな、絶景かな。よっしゃよっしゃ。さあ、竹崩し、いらんな。貝柱来た、これ強いやん、いいやん、いいじゃない。貝柱いいですね。岩破りはやん。さあ、ということで、ウェルート、これで終了ですね。どうしよっか。ウェルート、これで終わり。で、次、下ルートですね。え、なんだ、俺様が秀吉をやっつけて、新しく天下人になりました。その、なんだ、俺様が誰かと言いますと、てめえこそ天下を盗んだ大泥棒だ。そうだそうだ、この憎った野郎。お前こそ盗っ人だ。おいや、俺様こそが天下も盗んだ大泥棒、石川五右衛門様だ。あ、絶景。
いいですね。素晴らしいですね。はい。ということで、五右衛門の上の章かな、終わります。これでですね、上ルート終わったので、次下ルート出しますんで、よろしくお願いします。じゃあ、こんな感じで終わりましょうか。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、バイバイ。